これより第4試合を行います。青コーナーより中野達夫選手の入場です。
これ余裕の試合展開だと思うんですけど。いや決してそうでもないですけどね、ちょっとあの脇固めがちょっと危なかったんで、ちょっと腕バギって一つ靭帯がちょっとなったんでね、ちょっとやばいかなと思ったんですけどね。そうですね、割と割とそんなね、逆にもらっちゃうとかそういうのは心配せずにね、思い切り行きやすかったんで、まあ、そういう部分が出たかもしれないですけど。